水上規模艦時代の千代田千代田は、旧日本海軍の水上規模艦、航空母艦。千歳型水上規模艦の二番艦として開発、後に、公表的母艦に改装し1943年に、航空母艦に改造され、随方型航空母艦に加わった。1940年5月より、公表的母艦に改造された。艦内の格納庫を公共的用に改装し、 公表的12機を搭載、完備にスリープを設け、そこから発信できるようにした。また、環境トップに公表的式等を増設した。しかし、水上機搭載数は12機に減少、射出機も2機となり、補給用重油も1000トンに減少した。マストはメインマスト、無線マストともに三脚トラス構造。メインマストのトップは V 字形状をしていて、 同警官の千歳との違いを見せている。最終時の兵装は、阿合作戦後には2 5ト、mm、ル単装機銃30丁を装備とされる。13号電探1機も、阿合作戦後に装備、右弦2本目のマストに設置した。千代田の名称は、江戸城、後の皇居の美少で、官名は、明治初期の千代田型、明治中期の巡洋艦千代田に続いて3代目となる。戦後は、 海上自衛隊の潜水艦救難母艦、千代田に引き継がれた。計画では95式水上偵察機24機、補い用4機であったが、中国進出時には94式水上偵察機も合わせて9機搭載と言われる。1940年4月撮影と推定される、写真でも95推定と94式2号推定の搭載が確認できる。 1942年には霊式水上偵察機を搭載。尾翼マーキングは同年7から12月まで V1 で、文字色は白。計画では霊式艦上戦闘機21機、97式艦上攻撃機9機であった。冷凍機開戦時には戦闘機、戦闘爆撃機として霊式艦船を搭載。攻撃機は97艦航だった。 尾翼マーキングは1944年春の時点で参考船二番艦であることを示す。32、マリアナ沖海船からは航空隊名の653を使用。冷凍機海戦時には垂直尾翼状態に3も記入された。文字色はいずれも白。昭和13年12月15日、水上規模艦として竣工同系の地と瀬と異なり、 水蒸気母艦としての役割に加えて、公表的母艦としても使用できるように設計、建造された。艦内に合計12隻の公表的を搭載可能であり、その場合でも12機の水蒸気を搭載可能になっている。また、航行中に完備量限の滑り台より公表的を発信できるという構造となっていた。1942年6月、 ミッドウェイ攻略のために進出したが、ミッドウェイ海戦の敗北を受け中止となる。6月28日からアルゼンチナマルと共に、キスカ島への輸送に従事。ジオダは、水上戦闘機6機、特殊戦闘艇6機、セメント約200トンを輸送した。2隻は、駆逐艦あられ、霞、白縫いと共に6月28日に、横須賀を出港し、7月5日に、キスカ港に入港。 千代田は7月12日にキスカを離れ、19日に柱島白地に帰着した。昭和17年6月30日、ミッドウェイ海戦で4隻の正規空母を失った。日本海軍は空母不足を解消するため千代田を空母に改装することを決定した。昭和18年2月1日、改造を開始し、12月1日に完成した。 1943年12月15日、うち霊、第2708号で、官邸類別等級表が改正され、軍艦、航空母艦、随放型の甲虫、流放の下に、死とせ、千代田を、道大高型の甲虫、沖鷹の下に、神、高尾、下不動水蒸気母艦の部中、死とせ、千代田を、桜駆逐艦、一等初雪型の甲虫、夕霧、 をサクルと発令され、シトセ、チヨダは随宝型航空母艦に加わった。空母改造後は、第三航空船体に所属し、船団護衛に従事した。昭和19年6月、マリアナ沖海戦に参加する。1944年10月25日、チヨダは、姉妹艦のチトセと共に、レーテ沖海戦に参加した。しかし、アメリカ海軍機動部隊の艦載機による攻撃で、 航行不能となり、艦隊から落語した。この戦闘で千代田は、アメリカ海軍の第38任務部隊から分派され追撃してきた、デュポーズ隊から捕捉されてしまい、重巡洋艦ウィチタ、ニューオーリンズ、軽巡洋艦サンタフェ、モービルの4隻をはじめとする、巡洋艦隊の攻撃を受けて、最後の止めを刺され、16時55分に左に転覆した後沈没した。 艦長の上栄一郎大才科捜員が千代田と運命を共にした。12月20日、海軍から千代田の助席が決定した。水井聖地大佐、1937年11月19日から1938年9月10日。水井聖地大佐、1938年9月10日から1938年12月15日。各都名を大佐。 1938年12月15日から1939年11月15日、横井忠夫大佐。1939年11月15日から1940年8月20日、原田悟氏大佐。少々。1940年8月20日から1943年1月9日、別府秋友大佐。 1943年1月9日から1944年2月15日上、a 一郎大佐、1944年2月15日から1944年10月25日から、戦死、海軍少々に特進。日本航空母艦視、P88 などは5.71メートルとする。その他、785名や967名とする。 文献もある昭和造船士1ピアニッシュも780から781の表では、千歳に爆弾、魚雷の搭載量は記入されているが、千代田の欄は空白になっている写真日本の軍艦、第4巻、P92 では、基準で 253X37 となっているが、何らかの間違いと思われる。ありがとうございます。